はようございます、こんにちは、こんばんは。隣の楓です。まあね、皆さん知っている方が多いと思いますが、4人組グループの、YouTube グループですね、アバンティーズの中の H さんという方が亡くなりました。私はね、アバンティーズという名前、グループ名は知ってはいたんですが、動画を見ることがなくて、まあ、なんだろう、どういう内容の動画をアップしていたっていうのはわかんないんですけども、まあ、他の方の動画を見ると、まあ、何かをやってみたとか、実験とか、あと何、ドッキリみたいなこともやっていて、まあ少々ね、ファンの方たちを驚かせていたみたいですけども、やはり会社含めてのドッキリだよね、大げさなドッキリだよねって言ってたんですけど、まあだんだんと、まあ状況が分かるてくるにつけね、まあ信じたくはないけども、まあ英二さんは帰ってこないんだっていうふうに現実を受け止めている方々が、まあ、ファンの方を含めて、登録はしてないけどもちょくちょく見てるよっていう方も含めて、受け入れていこうという方々が多いみたいですね。で、まあ休暇中だったそうです。まあ何日から何日まで休暇してを取っていたのか分かりませんけども、まあ、サイパンの方に、まあ、旅行で行っていたそうです、まあ、この記事が出た当時は、まあ、何人で行ったのか誰と行ったのかっていうのは出ていませんでしたが、まあ、後々、まあ、出ているテレビとかで出て情報によると、まあ、メンバーたちと、まあ、行っていたと私はね、家族とは本当にプライベートの旅行だったのかなと思ったら、まあ、仲間との、まあ、旅行だった。そうですね。で、この、まあ、亡くなったっていうことを知ったのはツイートなんですよね。ヒカキンさんのツイートで、まさかこんなことになるなんてっていう、まあ、ツイートがあって、まあ、見たことない動画だけど、なんかすごく悲しい気持ちになりましたね。で、まあ他のクリエイターの方なんかはね、はじめ社長だったり、水溜りボンドのトミーさんだったりとか、まあ他のグループ系のね、ユニット、まあ同じか、ね、グループ系のメンバーの方なんかはもう本当に、あいつはいいやつだと、天才だと、で弟みたいな感じで、もうすごく可愛がってたんだけどねって、っていう風にツイートしてましたね。可愛い後輩がいなくなってしまったことが辛いっていうことも言ってたし、
コラボをしていたね人なんかもすごく悲しかったと。うん、でやはり直接のコラボはないけれども、まあよく見てたよっていう方々もツイートされていましたしね。うん、まあ葬儀、通夜葬儀は、まあ、ご家族の意向で近親者のみ、家族葬みたいな感じなのかな。うん、でまあ後日ウーム主催かな、お別れ会をする予定だそうです。うん、でもさっき言った通りファンの方とかね、まあ、登録はしてないものの、まあ、ちょくちょく見てたよっていう方たちはね、まあ今までと同じようなドッキリでしょって言ってる人が多くてまだまだ信じられないよっていう方が今いましたね。本当に完全なプライベートでの旅行だったそうで、動画撮影はしてなかったそうですね。ただ本当にプライベートの動画っていうのは多分してたと思います。ここら辺、ここのお店の食事を撮りましたとか、服を買いましたとかっていうのを多分ねえ、まあ、我々一般人でもそうですし、動画をね上げるためだけじゃなくて、うん、撮影したりしますよね。まあもちろんブログもやってればブログにアップするっていうこともありえますけど、うん、でまあ後々ね、いつまで、まあ、休暇取っていたのか分かりませんが、今日とか明日ぐらいにまあ動画を撮って編集してアップするっていう予定だったのかな。うん、でまあその時に個々のメンバーが、個々のっていうか、まあ、それぞれのメンバーがこういうのを買いましたとか、どういう、ね、遊びをしましたとかっていうのをね、写真とか、まあ、ちょっとした動画をこう、ね、本人の解説してね発表するつもりだったんじゃないかなと、まあ、思っています。うん、本人かなりきつかったんじゃないかな。こう本当に浅瀬のところで足を取られたっていう感じだったらしいんですよね。まあ、高波にさらわれたとか言ってたんですけど、うん、その浅瀬っていうのが日本でいうな波打ち際のようなところなのかちょっとわからないんですけども、でああいうところでさえ足ね取られたら沖の方に流されてしまうことも多いので、ね、日本でも日本だから安全だっていうことはないと思いますね。うん、ちょっとね悲しいですね。うん、一番きついのはご遺族、ご家族の方々だと思いますが、メンバーのね、残った3人が一番きついのかもしれないね。うん、自分を責めてしまう可能性もあります。変な話ね、海に行かなければ、誘わなければよかったとか、
そもそも旅行にね、まあ行くのはいいけども、日本国内の方が良かったんじゃないかとかね、そういうたらればになってしまう可能性もありますけど、だからね、そのメンバーの方がツイッターで動画ね、皆さんアップしてくださいねと、皆さんが悲しむ顔はね、エイジさんが望んでませんよと、ことを言っておりました。なので、まあ接点のあったクリエイターの方たちはちょっとね、動画出せない状況ではありますけども、まあちょっとしたねコメントを、動画をねアップするだけでもエイジさんは嬉しいと思いますのでね、となんかすごく上から目線なんですけども、まあ無事に日本に帰ってきてほしいですね。他のメンバーの、もう帰ってきてるか、動画アップするのはね、編集したり撮ったりするのは今月はもう無理でしょう。もう残りのメンバーのね心境を思うとね、撮ってるような状況ではないと思うので、来月か再来月か分かりませんけど、無理せず、もうそろそろ撮ろうかなって思った時に撮っていただければと思います。それでは皆さん、さようなら。アバンティーズのエイジさんのご冥福をお祈りいたします。それでは皆さん、さようなら。